リーハー、イズリナ BNK48 カーンでーす。はい、イズタリナが接着剤で友達何人できるかな。はい、ということですね、今回は、今日ここの場所ではですね、AKB48 の感謝祭が行われているんですけど、 BNK48 のメンバーから2人がランクインをしたということで、今日もその2人も来ているので、まあ、たくさん AKB48 グループのメンバーがいるので、ぜひ友達になってもらいたいなというふうに思っているので、今日は私が接着剤になって、ミュージックとシャプランの2人がたくさんのメンバーと交流ができたらいいなと思っているので、早速2人を呼びたいと思います。ミュージックシャプラン、おーい、はい、ミュージックです。ミュージックです。シャプランです。サリハーシャープラーハー。今日はですね、早速この2人にたくさんのメンバーと交流をしてもらいたいと思うんですけど、でも結構2人仲いいメンバーもすでにいるんですけど、タアヤというかメンバー会、私は太田優里、NMB48 の太田優里ちゃんと話したいと思います。ディディランカ、高柳さん、おしめん、山田さん、ちめり、山田ななみちゃんの2人と話したいと言っているので、私の友達も含めつつ2人がね、会いたいと言ってるメンバーにも会いつつ、たくさん仲間が増えたらいいなと思うので、早速行きたいと思います。はい、ということで今ステージ裏にやってきました。テモデモの涙のタイ語バージョン歌い終えたところなんですけど、まあ、ここはバックステージなので、結構メンバーもなんか行ったり来たりとかね、準備とかいるので、ここがやっぱり一番メンバーに会いやすい場所なので、ここで友達を早速見つけたいと思います。じゃあ行きましょう。はい、せいちゃん。はい、早速1人目、はい、せいちゃんです、はい、福岡せいなです。この企画は、はい、ミュージックとシャプランの友達になってるということで、なんかお話とかをしてもらいたいなと思うけど、みーかんたんまい、昨日せいなさんは2人が希望的に応援してる、2人が希望的にフレイム教えてくれたわけです。じゃあもう話したことある？ちょっとだけ。みーせいちゃんから質問、質問何でも。じゃあ AKB の推しメンは誰ですか？おしめ、おー、AKB の小原奈々さんです。おー、グーさん、山田さん、山田、すごい、結構コアなメンバーが出ましたね。おー、私は、モアン、ハオカ、ミー、MC、なんか、ユエトン、ラメオフ、シャムカワトム、ハペン、なんじゃみー場所、こういうみんなは、みんな結構海外がある。だから、たまに僕らは希望的はできません、踊りないですね。でも、たまに優しいじゃん。どうして、なんかみんな希望的に踊れるの、2人はやったことなかったらできないのに、優しく教えてくれたんですか？すごい優しいせいちゃんが。いやいやいや、なんかちょうど空いてたからね。ちょうどカモパミウェラー、これはそんな2人ともっと仲良くなりたくて、写真撮ってもらってもいいですか？写真来ました。いいですか？なんかこう、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 ならない、はい、はい、だよ、なってくれました。もちろん、おー、1人目ゲットしました。やった、嬉しい、本当に優しい、優しい、優しい、ありがとう、せいちゃん、ありがとうございます、嬉しい、こちらこそ、今日の終わり、終わり、そろそろ頑張ってください。になろうっていう、やってて、もう友達？友達ですよ。
友達ですか。友達です。イエイユー。私あんまり話したことなくてちょっと初めて話して初めて話して、チャプランの友達だった。私あの泉田さんがあのバンコクに行かれてから入ったんですよ。そうだよね、この世界に。だから多分ちょっとしか会ってたかもしれない。ちょっとだもんね。確かお会いできない。逆になんか友達になりました私が。ありがとうございます。本当に2人が友達になるって逆なんですけど、私も友達になりました。あのミュージックとは連絡先ももう交換してます。私が一番友達じゃないから。チャプランはそユミリンの推しメン、推しメン。同じ推しメンなんです。お互い推しです。お互い推し合ってる。さっきのちゃんから2人に質問とかありますか。質問ですか。うーん、好きな日本の食べ物って何ですか。ラーメン。ラーメン大好き。ラーメン。もんじゃ。もんじゃ。うるさです。いいですね。ラーメンもんじゃ。すごい炭水化物いきますね。生産シートで何をおいしいですか。瀬戸内で。瀬戸内で何が美味しいですか。瀬戸内ではね、瀬戸内レモンって言って、レモンが有名です。レモン酸っぱいんだけど甘い。おいしそう。なんか瀬戸内レモンの味のお菓子とかがいっぱい。私はお菓子サビット大好きです。じゃあぜひ、ぜひ行きたいです。行ってください。チームメイトの舞台来てくれた時に山田さんの器を、しっかり見せたとですね。ゲットしたわって思ってるやつ。マジでよ。チャプランは誰推し？誰？私は山本さん。あ、オーケーでしょ。卒業や。え、お二人何歳ですか？ミュージックは17歳です。17？ はい。17若いっていう。あ。若い。あ、行くっぽいです。行く。じゃあそろそろ。じゃあ最後に、の友達になれてくれますか。
有名なものは何ですか？兵庫はあのたこ焼きって大阪で有名なんですけど、それのちょっと違う明石焼きっていうのがあって、そうたこ焼きだしで食べるんですけど、とかあの神戸牛ステーキとか有名です。私も写真ダライロ、もう一枚、嬉しい、Thank you、はい、すごい似合います。はい、心配です。これは最後4人で、はい、行きます。お願いします。お願いします。友達です。友達です。でもベストフレンド。友達になってもらおうということで、はい、なんかぜひ質問したりとか、そういうのでこの木いるの1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、9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 8、89、90、91、92、
そうだそんななんか そういう風に言われるタイプじゃないからちょっとびっくりそうですよね、はい、キャラ的に違うからちょっとびっくりしてモデルさんみたいなそうですよねとかちょっとすごい戸惑ってるんですけどあでもあの私はあのライサックっていうライサックあの何やるダイエットダイエット企画みたいなのをやったことがあってその時に教えてもらったのはブロッコリーとブロッコリーとあとチキン近いサバあれがもうとにかくもうあれを食べとけば間違いないっていうのを教えてもらってでもそれを今でもちょっと気をつけなきゃいけない時には食べるようにオッケー。何だった？ブロッコリー、マクリード、魚とドリーです。おお、成功すごい。日本語。アイドルになって一番嬉しかったことは何ですか？おお。私は、みんな応援してます。なるほどね。私は応援してくるできる。うん。嬉しいです。応援してくれること。なんか、なんじゃべん。ได้เต้นได้ร้องกับเพื่อนๆแล้วก็ได้มอบความสุขให้กับแฟนๆคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็เซนไปด้วยได้มาเจอแล้วก็嬉しいですไม่รู้ว่าได้แล้วก็嬉しいだって思ったよりメンバーとやってたりそれをファンの人が前に披露してファンの人が喜んでくれたりするのも嬉しい本当に分かってんの分かってますよこれぐらいはこれぐらいはすごいちょっと分かってますよこれめっちゃすごい最近はチャプランが日本語で話してみながらタイ語で返すっていう勉強をあなるほどわあすごいせーの友達になるくれてますか友達になりましたイエーイやったーやったーはいまたね。